こんにちは。おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はね、チーズをフライにしました。うわ、ほんなら、いこみやか。このチャンネルでは、おいしい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。このパン粉、用意するパン粉がですね、2種類あるんですね。これ普通の、パン粉ですね。でこちらはね、さいめ、細かいやつなんですね。それをさらにね、こう揉んで細かくしちゃいます。もう粉になっちゃっていいんですよね。はい、あ、いい感じですね。はい、こんな細かいやつがいいですね。とこちらはね、小麦粉ですよ。はい、準備するのはこんな風ですね。ではね、こちらの、今日のメインになるチーズですね。これは、モッツァレッラですね。はい、ではね、これにつけていきますよ。はい、こんな風にね、二度漬けをするんですが、一度目は細かい方で、二度目に、こちらの普通の方のパン粉ですね。こんな風につけていきますよ。はい、こんな感じでね、衣はつきました。じゃあこれをね、油で揚げていきますよ。はい、ではね、揚げていきますけども、油の温度はね、170度から180度、できればね、180度ぐらいがいいですね。高温で一気にあの周りを固めないとパンクしてしまいますんでね。こんな感じで、菜箸からね、バッとこう泡が上がってくるぐらい、こんなぐらいがいいですね。はい、では入れていきます。温度が下がる原因になりますから、一度にたくさん入れない方がいいですね。あー、これちょっとパンクしちゃいましたね。はい、ちょっとね、パンクしましたけどね、まあいいでしょう。はい、ではね、盛り付けていきましょうかね。はい、そしてね、これをもう蜂蜜がめちゃくちゃ合いますんでね、蜂蜜をたっぷり添えて、はい、モッツァレラフライ完成です。はい、それじゃあね、早速食べてみますよ。蜂蜜がよく合うんですよ。いただきます。めっちゃくちゃ。おいしいものを食べてるときって本当に幸せですよね。どこまで伸びるのこれ。美味しかった。わざわざ天使どけんでもいいだろうって。いやね、俺は本当びっくりですよ。前にね、カマンベールチーズフライっていうのもやったんですけどもね、モッツァレラはまたこれはこれでめちゃくちゃ美味しいですね。このなんていうのかな、このもちもち感っていうか弾力っていうかね、これもう最高に美味しいですよ。
ちょっとパンクしやすいですからね。本当にどうだろう、2分か長くても3分ぐらいでね、引き上げてしまわないと、長々とやってると、ね、パンクしちゃいますんでね。十分にその余熱で中までチーズが溶けますんでね、本当に 2,3 分で揚げた方がいいですね。今日ちょっと2つばかりパンクしてましたけどね、でも美味しい。ぜひこれ1回やってみてください。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。料理は愛だ。またね。